アルパカのパカラさんはどこあるところにアルパカの国、パカ国がありました。この国はたくさんの人が自転車に乗っています。歩くのよりずっと早いし、荷物も乗せられるので、学校にも、お買い物にも、お仕事にも、遊びにも、 時にはスポーツにも使われています。チリンチリン、シャー、カタカタ、キー。いろんな音が聞こえてきます。さて、今日はあなたにちょっとしたお願いがあります。みんなが毎日安心して過ごせるように、 マをパトロールしてほしいのです。できるかなさっそくへでてみるとこまったわねえ。ひとりのアルパカがうろうろしていました。こまっているひとにはこえをかけましょう。どうしましたかするとそのアルパカはこたえました。 パカラっていう名前のアルパカと一緒にいたんだけどはぐれちゃったの。あなたはペンとメモを取り出します。みんなアルパカですが特徴がきっとあるはずです。何を聞きましょうか聞き出したところによるとパカラさんは水色が入った服を着ているそうです。 自転車に乗っていたそうです。その色は赤ではないそうです。メガネをかけているそうです。あなたはこの情報をもとに探し始めました。どれがパカラさんかわかるかないました。 あなたはパカラさんですかはい、私はパカラです。よかった。さっきメガネを落としてしまって、友達のアルパカとはぐれてしまって、今メガネを見つけたところです。ご心配をおかけしました。よかった。もしパカラさんがメガネをかけていなかったら、わからなかったですね。 無事お友達とも会えて二人とも喜んでいます。今日もパトロールお疲れ様でした。明日はどんなことが起きるかなまたみんなのために力を貸してね。おしまい。